はい、今日の一品です。今日はお花ソーセージ2ですね。皆さんこっちに切れ目を入れてお花ソーセージを作っていませんか？今回は無駄が出ないように丸いとこにちょっと長めに包丁を下まで入れて切り線を入れていきます。こんな感じですね。1,2,3,4 と入れていきます。数が少なくてもちょっと切りにくいですが、気をつけて包丁を入れてください。そして少量の水を入れてボイルしながら焼いていくと綺麗に広がっていきます。水がなくなった頃に香ばしいのが好きな人はちょっと多く焼いてください。そして真ん中にマヨネーズ、そしてケチャップですね、などを入れて飾り付けてみてください。はい、これで完成です。お花ソーセージ2、お弁当にどうぞ。